前園、誰にでも気軽にあんなことするなよ。好きだからしたんじゃん。なんで分かってくれないの。分かった分かった。こいつ顔はいいんだけどちょっとめんどくさそうだからな。ねえ、最近萌先生とエッチしてるの。あんたが飲み会参加するの珍しいね。ああ、さては旦那さんと喧嘩でもしたな。怖い。喧嘩っていうか倦怠期っていうか、最近言い方とかも容赦ないし冷たいなって思うことが増えてさ、いつからこんな風になっちゃったんだろう。うん、おいしい。西野、久しぶり。